前身の章では1973年に起こったオイルショックについて詳しく触れられています。当時日本社会に混乱が広がり世界は不況に陥りました。山本慎一は社会の混乱の根本原因についてその背後には欲望に翻弄され便利さや快適さばかりを求める人間の生き方があると洞察します。 そしてどこまでも将代第一に高戦ルフの使命を断じて忘れることなく知恵を絞り活路を開くために努力し抜いていくことを強調しました今新型コロナウイルスの感染拡大によって世界は大きな危機に直面していますこうした状況の中青年部が不要不急の外出を控えることを訴える ステイホームプロジェクトや歌の力で困難を乗り越えようと歌作りのプロセスを共有する参加型プロジェクトを開始しました飛躍のショーは世界経済の激動の中で幕を開けた1974年の元日から始まります同志は今こそ私たちが立ち上がるのだ試練の時代だからこそ仏法を保った私たちが 希望を、勇気を、活力を社会に発信していくのだと誓い合いました。私たちの信仰は、逆境を全身のバネへ転じていく力なのです。四肢区の章では、新一が政況に携わる関係者に対し、万感の励ましを送る模様が描かれています。 1973年5月3日に開催された全国通信院員大会では、政教新聞は、読者を彼として扱わず、親しいあなたとして呼びかける新聞であると確認します。そして、全読者に対して、喜んでいたら共感を表明し、悲しんでいたら勇気づけ、混乱したら整理し、弱ったら守るとアドバイスをしました。 世界政教会館の正面玄関に設置されている政教新聞指定外科の日の碑文に、政教の使命はあまりにも深く思い、この地から永久に指定教宣の四粛が放ちゆかれることを信ずるとあります。不安が覆う時代だからこそ、混迷する社会の羅針盤である政教新聞は、勇気と希望の大四粛を 轟かせてほしいと思います。シオンの章では、真一を人生の死と決めた同志たちの奮闘。さらに、第二代会長、戸田城西先生の。故郷である北海道厚田村を舞台にした。真一の、報恩のドラマもつづられます。真一は、第三代会長就任直後。 明日田村を訪問この時恩師戸田先生に対する真一の子音の思いに触れた淳田の同志たちは山本先生に代わって戸田先生の故郷を守り抜こうと立ち上がりました淳田村の甲府の進展は真一の戸田先生に対するそして淳田の同志の真一に対する報音の証でもありました。詩音とは弟子が 師匠以上に成長し法のため社会のために尽くし抜くことにほかなりません。そうか三代の師弟の精神を胸に弟子の道を貫くそれが私たち池田門下の実践です。